でこれに合わせてね、うん、そういうインフレっていうか、うん、いわゆるもうガラガラポンっていうか、うん、もう一回借金チャラにしましょうと、いわゆる預金封鎖まではいかんと思うけども、インフレかなりすごいインフレにしておいて、うん、財産税とか、うん、財産税かけてみたりとか、消費税ポンパン上げていったりとか、うん、一回チャラにしようと思う、うん、人生をそこでね、例えばそこの物件に関してですね、家賃も払ってなくてですね、でなかなか追い出せないと、そういう人生なんかをね、いろいろ感じてきはったんじゃないかなと。何を言ってんのわけの、結構頑張って買ってるよ。頑張ってますわ。なるほど。戸建て12個12個、うん、区分マンションが4、区分マンション4つ、戸建て12個で、あとはまあこれ競売物件じゃないけど、うん、1棟のアパート2つ、1棟のめちゃめちゃ頑張ってるやろ。当時何個ぐらいあるんですか、そこには。8室のある。それは一棟が2つ、大阪じゃなくてもあるわけ。あ、堺ね。あ、大阪堺と、うん、あとは、神戸。あ、まあまあ近畿ですか、うん、一棟はな。ほんで戸建てはもうわからんわ。奈良十何個あるやん。大阪は2個、奈良が4個、うん、あと三重、四日市、三重県四日市。四国なかった。あ、山口県もあるわ。山口県、うん、あとは愛媛県も。愛媛県あったでしょ、うん、あとどこやったかな、ちょっと分からんようになってきた。もうなんか分からんような、何がないや、よう分からんようになってきた。で、それを全部リフォームしていって、リフォームにまあ1ヶ月遅刻かかります、ね、でそれから客、お客さん、入居者さんつけるのにまた1ヶ月かかる、ね、あの長い時間の戦いですわ、順番に順番に上がってくる。すごいですね、不動産屋さんですわね、要は。売らないもん、でも僕は。あ、もうお客さんに入ってもらう。でもまあ建て替えるとか、リフォームするわけで、リフォームしな、もう2、3ヶ月かかりますよね。一月だろ、大体な、大体1ヶ月で一月やる。まあ競売物件の場合は落札して、そっから1ヶ月、はい、でさらにまた、ね、出て行ってもらったりとか、ね、強制執行、出ていかんば強制執行とか、残置物の撤去とか、まあ、いろいろあるわけなので、まあ、競売の場合はもう落札してからほんまに1ヶ月ぐらいかけて、でそっからリフォーム1ヶ月で、入居者さん入れるのに1ヶ月から2ヶ月、まあもう時間がかかる。めちゃくちゃしんどいわ。まあ近かったらまだええんやけども、
はあ、もうだから前の動画でも言ったけど、もう遠いとこや、もうやめる、もういや、もうしんどい、もう行くのがしんどい、もう行くって1回ぐらいしか行けないけどな、最初しか、それでも行くのがしんどいよ、もう、まあ何かあって管理会社さんにねお任せしてるんでね、まあまあ行くことはないやろけども、頑張ってってことだから、すごいですねこれは。でまあ結局これね、今日のちょっと話、またあなたの質問とまた違ってくるけど、大事なところはちょっと今日お話がね、これなんで不動産でこういうふうに資産の資産管理というか資産形成していってるかって、管理していってるかっていうとね、僕は多分本音でね、もうインフレは来ると思う、日本は、ぼちぼち、あと2、3年か4年後ぐらいには結構なインフレ来ると思うよ、まあ、ハイパーインフレって言って、その要は物価がね、例えば、コンビニで今まで100円がで売ってたものが1万円、いわゆる100倍ですわ、ね、でハイパーインフレって言ったらもう本当に1万倍とか、ね、してるでしょ、10万倍とかっていう、とんでもないんやけど、まあまあ本当にかなりのインフレが来ると思うわ、おそらく3、4年後にはね、まあぼちぼちね、アメリカもねこうインフレ、いやいや、アメリカは健全な物価の上がり方なんで、そもそもあれは健全なんですよ、経済そのものが成長していってるから、で経済の規模も大きいから、ね、まあ、もちろんその国債はむちゃくちゃ発行してるんやけども、その借金率ね、国のいわゆるに負ってる借金の率からしたら日本なんかもうとんでもないんですよ、今 GDP でいくら、日本の忘れた GDP、500兆ぐらい、もうちょっと、どれぐらい、そん予算がそんなもん、もう早く答えてよ、さすがと、予算すぐ分かれへん、これ500兆ぐらいかな、あかもかもね、 GDP ね、ほんで日本の、借金はいくらあるの、GDP の 2.5 倍ぐらいの倍ぐらい、1000兆、1000兆超えてるよな、そうでした、でまあまあええわ、大体で、ほいで結局これコロナでまた景気落ち込んでて、財政出動バンパカバンパカしてるわけですよ、安倍さんの時ね、安倍さんが総理になって株価上げるぞと、でバンパカバンパカ吸いまくったわけですよ、ね、お札吸いまくってね、吸いまくって吸いまくって吸いまくってマーケットに市場に出そうとするけど、銀行さんが出せへんわけですわ、そうでしょ、銀行、民間の銀行、日銀はすります、はいはいはい、ね、はい、日銀はすります、で銀行にね、銀行は、銀行の仕事っていうのは商売っていうのはお金貸して初めて成り立つわけでしょ、ちゃうの、貸さん方負債ですわ、あなたが銀行に預けます、ね、銀行に預けます、預けてるわけだったら銀行からしたら負債ですわ、これ、貸し出して初めてお金の価値になるわけですよ、そうでしょ、それがやっぱり貸し出せない先が多い、やっぱりな、まあ貸し出したいやけどね、でもね、貸し出したいけども貸し出しない先が多い、でやっぱり有料なところは借りないわけも、何も買い物とか言うたけど、別にいらんわけよ、そんなに設備投資ねしたってそんなに回収できる見込みはないとか、いろいろあるわけやけど、もうそこまでやらんでもええわ、どうやって、まあええわ、ほんでね、結局大事なところは先、インフレこれもう絶対来るんですよ、で今度新しいお札に切り替わるのいつやったっけ、2024年やったっけ、確か、2024年やったな、まあ後で調べといて、あなた確か2024年、もう予定してるはずですわ、もうこれ決まってるはずですわ、うん、でこれに合わせてね、そういうインフレっていうか、いわゆるもうガラガラポンっていうか、もう一回借金チャラにしましょうと、いわゆる預金封鎖まではいかんと思うけども、インフレかなりすごいインフレにしておいて、財産税とか、財産税かけてみたりとか、消費税バンバン上げていったりとか、一回チャラにしようと思う、2024年、ここら辺が2025年万博やけどね、あそうやったっけ、まあまあその辺がターゲットちゃうかなと思うわ、何かの節目がこの次の新札のお金の切り替えの時に、もう要は、古いお金は使えませんよと、ここら辺で来るんかなっていう、まあまあ、ほんでもう分かりやすいとね、まあ、めっちゃ分かりやすいと、はい、不動産なんでそんなことしてるかっていうと、今一生懸命不動産というのは実物資産ですわ、キャッシュフローを生みながらね、
不動産ってその一気に価値が上がったり下がったりしないわけですよ。それの資産作り、それと、あとお金、マネーに関しては US ドル、やっぱり US ドルをちょっと多い目に、資産の中の組み方ね、例えば1億円あったら、例えば1億円あったら不動産を僕はもう半分、5000万円で、そのうち US ドル、これはもう3000万円で、日本円はもう2000万使う分だけとか、こういう分け方していく、徐々にしていくっていうのが、いいじゃないですか、US ドルしかないやん、買えるもんって、まあ、私扱ってますか、一応世界の通貨で言うたら、違うの、まあ一番安定してますよ、もう絶対でしょ、ですよ、まあ、ね、ベースですからね、でしょ、世界の、まあまあ今はな、幼児の時に日本円買いって言ったけど、なかなかここ日本円の信任っていうのも、こんだけ借金増えてくると、国の信用が ね、もう1500兆円ぐらいの本当に債務背負ってしまうとやね、で国債乱発しすぎるとやっぱりな、円の信用っていうのはなくなってくるとか、で GDP が上がっていけば別ですよ、GDP そのものがもうそんなに上がることなく、上がらない、もうそれはもう人口も減っていくんやからね、でしょ、だから人口減るんやったら人口減ったらその予算組で今度やらなあかんと、だってそうや、イタリアより多分内容悪いと思うわ、今イタリアも相当悪いけど、もうわな、だからその人口が減ります、人口が減ったら減って GDP がちっちゃくなります、その予算の中でやらなあかんねんけど、国があんなんでしょ、日本だけじゃなくてね、ちょっと東南アジアとかね、そういうのも含めてね、入れてきてね、こうそういった活性化するためですかね、まあそうはなるって、それは前のとこからと、外人がいっぱい来るよ、もう間違いなく来るんで、まあ、ちょっとコロナであれやけども、止まってますからね、まあまあ2年後ぐらいにはまだガンバガンバが動き出すとは思うけど、ね、今年の終わりぐらいからね、こうやってちょっと立ち上がってきますかね、でまあまあ2014年から15年がガラガラポン一回、もうこの辺で、リセットリセット、グレートリセットっていうんかい、もこれはダボス会議でやっとったけど、今年のダボス会議のテーマはグレートリセットでさ、世界的な一回もうなんていうの、多分あのグレートリセットっていうのも俺多分社会主義の方向向かっていくと思うわ、ちょっと嫌やもう、まあそうでしょうね、どっちかが、これだけやっぱり富の差が広がり続けると、日本なんか可愛いもんなんで、もう貧乏人と金持ちの差がすごいから、世界中やっぱどっかでなんかそういう大転換が起きるか、中国がなんかやりだすか、中国ね戦争でもやりだすか、中国孤立するとやばいよ、あのまま今のまま孤立化していくと、もう台湾になってるけど、それはもう取られるわ、もう取られる、まあ、ここはもう規定路線ですわ、ここは規定路線、ここまではいい、ね、もう絶対言ってますからね今ね、もう間違いなくですわ、台湾でも、台湾、あの中国って建国、中国共産党が100年ね、知ってます、はいはいはい、あ本当で、あのその当時ね、中国共産党ともう一党あった、それ知ってる、いや知らない、知らないでしょ、今一党独裁ですけど、その時は、国民、国民党、国民党蒋介石、国民党が、と戦ったわけですよ、はいはいはい、共産党と国民党の二大政党でね、ね、で中国共産党が勝ったわけ、圧倒的にね、はい、農村の票をいっぱい取ってね、はいはい、農村を抱き込んで、はいはい、ね、でその国民党っていうのが負けて台湾に行ったわけですよ、蒋介石はね、そうそう、それが元なんですわ、中華民国になったわけですよ、思、はい出、はい、しました ね、共産党が独裁、共産党が取って中華人民共和国が出来上がる、ね、で国民党が台湾に逃げて中華民国、これが100年目の節目で、やっぱり、まあ、だからこの節目で何かやりたいわけですよ、いやもうそれ統一っていうのは、それ、ね、あの期間もだいぶ増やしてますしね、これね、だからやっぱり、中華の民ですわ、中華の民をこう統一させると、まあまあ台湾は規定路線なんでね、まあそこまでは笑ってるけど、ただ今まあそれそこぐらいまでやけど、やっぱり孤立させてもらうと何するかわからんので、今度やっぱり爆発してもらうから、中国中の中もややこしになってるんでね今。2050年には GDP は世界一上げてますね、まあ間違いないでしょ、アメリカ抜いて間違いないでしょ、間違いないですよ、まあ、人口多いもんね、間違いないですよ、
それは人間の数なんで。数やね。でも若い子は減っていくんよ、中国も。でしょ、でちょっと骨抜きっぽくなっているんですわ。それは経済が発展していくと。まあね、共産圏と言いながら、まあそういった産業がね、あのまあまあこう自由な感じでやってますからね、まあうまいことまあその今の失敗をね、やはりこう反省してやってると思うんやけどね、まあ本当に戦争の前、中国が戦争を仕掛けるか、日本はガラガラっぽになるかまあまあ、ただね、我々はな、あなたね、何今一般の人たちってね、みんながそうなったら、みんながみんなと一緒じゃダメなんや。やっぱり前も言ったけど、世界が何になろうか、日本がどうなろうか、自分だけ生き残っていかなあかんわけですよ。でまず自分の今年がね、考えられないですもんね。マジが、何が中国がなんとかとかね。いや、あなた本当に行くとこ決まってんの？え、日本がガラガラポンになった時にあなたどこ行こう思ってんの？どこの国行こう思ってんの？いや、日本しかいないでしょ、まだ。だからそれはダメよって言ってるわけで、準備しときなさいよって言ってるわけですよ。次行くところを、行くところね。なるほど。もう家建て、土地買って家建てるとかそんなことまでせんでよわけ。もうだいたいあっこ行ってなんかこれしようかなっていうのぐらいは考えときなさいよって言ってるわけですよ。ネパール行きましょうか。行きましょうかと俺に言わんと、自分が行くと俺らがもう結構たくさんあるからね。どこに行くんですか？もうあのいっぱいおるから、もう釣りのあの連中、俺がちょっとそっち行くわ、はいはいみたいな、用意しとくわみたいな奥さん、え、奥さん、いや一緒に、うん、島一つ買っても、島一個買ってもそこで住むね。沖の島沖の島じゃないよ、日本じゃないけど、はい、まだ俺どっちでも10年はおれへんだもん、日本では。おれへん、ほらほら、もう間違いなくほら。あ、どうするんですか？何や、ミスクリーンは誰かがやったらええし、自分らでやりたい人がやったらええし、で不動産に関しては別に個人名義じゃないんで、全部株式会社アンジェスねで持ってるんやから、そう、会社ごと売ったらいいわけじゃないですか。ものすごい資産よ、俺。あと5年売ったら不動産100個ぐらい持ってるからな次何する？また銀行の話でしょうか。また次どうやってまたお金引っ張るか、銀行。はいはいはい、え、はい、とりあえずもうこれもう違うネタ考えもうちょっと面白いこと喋ってあるから、いや、それでもいいです。いい質問してくれ、喋られんねんから、はい、だからこれ、はい、終わり、それは終わりね、はい。